リットン水野さん、還暦おめでとうございます。東野幸治の本物ラジオ。この番組は水着のと浜田酒造がお送りします。どうもこんばんは。東野幸治でございます。今夜もよろしくお願いします。さあえー、リットン調査団 といいうコンビがいます、えー、僕らと今田さんとか、えー、香港さん板尾さん百三十嵐さんね、えー、木村雄一などなど二丁目劇場で一緒にやっていたコンビの水野さんが、えー、去年還暦迎えましてコロナで還暦パーティーが伸びに伸びて1年かかって、えー、したという。 話の前にオリックスの話したいんですけど <laughs> 申し訳ないですあのだから、えー、来週の土曜日第6戦グリーンスタジアム神戸チケット、えー、手配取れました、えー、シャンプーのてっちゃんと、えーね、来週の本物ラジオシャンプーのてっちゃんがゲストに来てオリックスバファローズの話と将棋の話、えー、勝手にね聞きたいなと思ってるんですけど。 でもてっちゃんがなんとこの1週間2週間ぐらい前から急になんか仕事が仕事がみたいな感じでえ完全にえ行かないっていう状況になってさてさて困ったものだと思っててえ選択肢1。 えタレント1人でタレント1人でそんなにずっとオリックス・バファローズの試合を見てない男が急にたった一人で行く <laughs> プラン1ねこれ <laughs> プラン2誰か誘うってなった時にオリックスワンって誰いてんねやろで増田岡田の岡田師匠この間先週の土曜日会いまして どれ行くのって言って結局いろいろスケジュールの都合とかなって結局家で1人で静かに応援してますっていうもうまあ言うたらねオリックス・バファローズ一本で応援してきた男がそういうふうにすごく暗く言ってたんで申し訳ないなと思ってあそうなんやと思って。 えでもグリーンスタジアム神戸一人で俺行くのみたいなどうしようみたいな考えた時にピンと浮かんだんが本物ラジオでゲスト来た神戸から来たしましま君。<laughs> ね LINE 送って、はい、ねもういないからもう言うたら気を使わずえ誘える人無理に興味ない人ねあ連れていくわけにもいかないし売れてる芸人さんとか顔をさしたいとかうんされるともうしん集中できないでしょ野球に。 僕なんて帽子かぶってマスクみたらもまあ気づかれないからね静かに見てるとえマシマーずの藤井君なんて逆に帽子取ったらもう絶対バレないじゃないですか <laughs> <laughs> ハゲてるから <laughs> ハゲハゲ終わったから <laughs> ハゲ終わったからもうバレないんですよでシマしまー,しまーずの藤井君暇やろな思って LINE 今日したんですよ、はい、だから結局ほんでダイブして返事が来ていけるんやろなって見たら 兄さ、うんすいませんとどうしてもアルバイトやめ休めませんとでレンタカー屋でアルバイトしててレンタカー屋の車を置いてるところとレンタカーのレン車を借りに来たお客さんとの、えー、動線をつなげる仕事をしてるからほん <laughs> でそれにあの言うたらちょっと休養ができて。 先輩とオリックスの日本シリーズ行くので休ませてくださいって言ったら「人手が足りないからやめてください」って言われて「行けません残念です」って来て。 でさてさて困ったもんだなと思って今本番前にそんな話してたら佐藤君から「うん僕行きますよ」っていうねこう勇気あるね手を挙げていただいてこれ本当にもう一度ありがたいありがたいやありがたいです本当に勇気を持ってえただこれ関西テレビ一番オリックスを、ね、愛着持って常に応援してきた放送してきた、えー、関西テレビ僕関西テレビと僕はもうほぼズブズブなんですいい意味で言うと。 えー、ABC はね「ズブズ」ぐらいなんですよ。正義の味方とテレビ、ね、ラジオ、本物ラジオ、別にテレビ、ラジオをね、あ差別するわけじゃないんですけれども、えー、関西テレビは、ちゃちゃ入れまんでと、マルコ・プロリやってるんで、ズブズブなんですよ。ん、ね、ABC は、ズブズズブズ。前情操は、村前ノヨシだとほっとけない人を。えー 初めてです。あのワンクール二回っていうレギュラーもらいまして <laughs> 3か月に1回1時間番組2本撮って「一本ゴールデン一本深夜」っていう、えー、謎の編成されてるんでズブズブなんですよ。読りはもう今「漫才ラバーズ」はもう千鳥にも譲りましたしもうや何もやってませんからもう何のしがらみはございませんちなみに本日本テレビはズブ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 ズ。ずぶずぶずぶ <laughs> あの別に東京大阪サ別するわけじゃないですよズブズブズえーずぶずぶず <laughs> えー、フジテレビもあ日本テレビはだってええー、行列やっててでなんか、えー、ワンクール二回とか、えー、半年に1回一周回って知らないスペシャルやっててで旅猿もやってるからズブズブズブですね <laughs>、えー、フジテレビはワイドナショードッキリグランプやってるズブズブズブですよねええー、TBS は BSTBS BS でやってるからええー

テレ東は月に1回主治医やってるからえー何もないです <laughs> <laughs>。NHK もいろいろわせ話もらってるのでえね受信料払ってるからえーズブズブですねっていうぐらいの感じででそのカンテレでそのちょっとねあのお願いしたらほんま特別にこれを聞いてる方にしたら気悪い話ですよ一生懸命応援してチケット争奪戦や言うてるんですよただ皆さんこれだけはちょっと言ってください。俺マルコポロリ 15年やってるんですよ知らんわそんなんているかも分かんないですけどなかなかなんですよこれマルコ・ポロリの自慢じゃないけどあの読売の上沼さんとか、えー、当時はえな何でも委員会っていう強力なね何やってもこけてた枠をもう15年やってるんですよ。 だからカンテレさんもなんかいろいろなんか気使っていただいてどこの席かもしれません多分橋の端の方うやと思うんですよ、えー、そこの2枚。で、ね、前回選手喋ったんですかね以前その東京ドームでオリックスジャイ,ジャイアンツ戦を日本テレビの人に撮ってもらって TBS と行くっていうや,、ね、やってはいけないことをや,やったんでさすがにこれ ABC の佐藤君とこれ行くわけにはいかないんで。あのー 大四マルコ・ポロリの時に。 マルコ・ポーリのプロデューサーに思い切って聞いてみようと思います <laughs> それでもしもう断られたらあちょっとごめんなさい無理ですと断られたらもう急遽佐藤グリーンラインしますからちょっとステしててくださいお願いしますえっていう状況なんですよ、えー、ちょっと水野さんの話してないらダメなんですよねでその水野さんごめんなさいでっていう状況なんですよね誰誰も今決,、ま、決まってないともしかしたら一人で行くかもわからんしうんちょっとどういう状況かわからないとで。 水野さんの話に戻るとリットン調査団とね共にずっともう俺が二十歳ぐらいからずっと一緒にやってきてほんで東京に一緒に行くようになって。 僕はもう幸運にも仕事させてもらってリトンさんは東京にいろいろもまねながらアルバイトしながら今頑張っててでなかなか、えー、今田さんとは特番モノまねの特番とか都市伝説とかあったりするけど板尾さんは俳優になり、えー、木村雄一も、えー、なんか俳優になったりもしてるし香港さんは正義の味方のマルコ・ポロイであってるっていう座組の中。 あのー、2年ほど前にリットンさんが久しぶりにこれからライブもやっていきますっていう時にちょうど60歳になったんで、えー、サプライズゲストで還暦を祝うということで、えー、水野さんには秘密で今田さんが行ったんですよそもそもそのライブに。あのー、赤いちゃんちゃゃんんことの帽子持ってでその写真が僕送られてきて「じゃあ分かりました」って言って言うたらリットン調査団今田さん 130R さん木村鮎内僕で言うと。 珍しいんですすけど俺が一番年下なんですよでよも最近そんな現場もないんですよでだからこうちょっと僕がじゃあ、えー、感じしてちょっとあの水野さんの歓暦食事会開きますみたいなのを2年弱ぐらい前かな、うん、言ってで旅猿で石川県の金沢行った時に焼き物。 飼、うん、って夫婦茶碗とか箸置き夫婦と,とか、えー、小皿とかいうのを噂によると噂だけですけど水野、えー、さんの、えー、マンションにはあの内縁の妻がいてると。<laughs> 長いこと内縁の妻がいてるらしいということで、えーまあ、結婚式とか負けてないしまあね言うたらフランス的なもんやなーって板尾さんは当時あの <laughs> 還暦の時に適当に言ってましたけど <laughs> まあフランス的なもんやなーみたいなことを言ってましたけどそんなええもんちゃうやろと思いながら、えー、それでまあまあ勝ってんでそれでスタンバイしてほんで。 お店の方も僕と木村雄一で探して、えー、結局決めたのが中華料理屋さんの個室ちょっと大きめのところで距離取る形でやったんです。で木村雄一が途中からドラマか映画の撮影で来れませんみたいになって結局人数もリットンさん2人今谷さん俺、ね、1 3 0るさんっていう,もうほんま久しぶりなもう10年以上15年ぶりぐらいかなあのー、ぐらい。 テレビ東京で10年ほど前に大みそか深夜から、えー、年明けて朝まで、うん、生放送やってたんですよ僕と今田さん司会で、えー、その時にエンディングでひな壇で、えー、香港さんとかリットンさんとかがいてるみたいなんで1年に1回それ会ってたんですけど板尾さんだけ自分のコーナー終わったらもう変るんですよね。 吉本の社員ももスタッフも止めないんですよ <laughs> だから全員でそのうはほんまに久しぶりでそれでまあお店も変わりましたみたいな感じででまあまあ微妙な関係性というか何とも言えあんまりみんな喋ってないからどうなるかヒヤヒヤな感じ僕としてはねほんで LINE グループも作ったけど作りますって作ったけどうん。 今さんも了解とかリットンさんもありがとうございますとかねいろいろ、えー、藤原さんもなんかありがとうね相方のためにみんなとか言う中伊藤さんだけなぜか入ってこず <laughs> うん誰も何も言わずそのグループラインで中で伊藤 <laughs> さん!」っていう声もなく「<laughs> えー、正義の味方」の本番前の本郷さんが近寄ってきて「 「何で LINE グループあれ入れへんねん」みたいな「<laughs> いやちょっとわかんないですね」みたいなことでちょっとこう遠回しにやったら板尾さんも気づいたみたいで入ってでその LINE グループにうーんちょっとうんどこそこの高級中華になりました個室です。でそこの場所だから音も知ってるんですけどえ周りにラブホテルだらけのとこなんですよね。<laughs> <laughs> だった場所がたまたまラブホテルだらけのところの高級中華で決まって。 ほんでその日のえその日の日前日かなそれ決まって明日お願いしますみたいなことを僕がね一番後輩から率先して「明日何時にお願いします」って言ったら「了解了解」みたいなのがね多分来てるやろうなと思って俺もねそればっかりかかりつけられへんからいろいろしながらとか仕事しながらでパッて LINE 見たら「今田さんとかも了解」とか楽しみにするとかなんかいろいろあって「みんなお願いします」とかんだけど香港さんが「タれところから行くわ」ってあの。<laughs> 書これあったんですよ、ね、これ以上であの分からないと思うんですけど「タレ」ところから行くわってまあまあ芸人のまあ楽屋用語というか汚い言葉なんですけど「タレ」というのはまあ彼女のことうつまりまあ結婚してるけども、まあ、不倫してる浮気してる、えー、まあマンションかなんかとこにずっと今おるからうそこ寄ってちょっとその女性を抱いてから行くわみたいなあの。 <laughs> ボケ <laughs> もう散々聞いたあのねこれでも説明するのも何回も言ってますけど香港さんって変な空気とか気まずい空気になったら芸人やからおもろいこと言って場を和まそうとまではいいんですけどそのボケが全部下ネタなんですよこれ言いましたっけ俺と嫁と香港さんとよ香港さんの嫁が車運転俺が運転してる時に今からも15年以上に前かな。 やっぱ夜やったから、まあ、飯食った後かな本郷さんのところの家に送っていく時車内静かじゃないですかで俺らは別に気にならないんですけど本後ろに座ってる本郷さんは気にするしなんか盛り上げたいって思う芸人やからねで急に「東野」言って「あれ何ですか?」って言ったら「今嫁の乳首触ってるわ」って,言,って <laughs> 言うんですよ。<laughs> の本郷さん奥さんが「もうやめてよタカちゃん」って蔵野高博っていいますから「お <laughs> タカちゃんやめてよ <laughs> 東野さんどう思うのそんな」<laughs> って何言うてんねえ お前も感じてるくせにもうたかちゃんっていうようなことを言い張る人なんですよ。それみんな分かってるところで,で,で LINE グループで俺がパッてだから俺が「あ明日お願いしますね」って言って1時間後にパッて LINE グループ見たら40分ぐらい前なんかな香港さんのみんなのコメントのあとに「誰と心から行くわ」って書いたと。 誰ハハハハハハねっほなもうええー、っとってもうしょうがないなと思って俺が「わ、えーえー、かりました」って「タれところから気をつけてきてください」って言ったんですよ。でまた俺もなんかいろいろしたりしてでまた1時間ぐらいしてパッって見たら「もう俺のそのフォロースは誰も返信なくて」「<laughs> <laughs> かなんなこれ日曜目メンバー」って。 思いながらその時間の5分ぐらい前かな行ったんですよほんだらもうちょうどだから藤原リットンの藤原さんもリットンの藤原さんあれですよあの工場のバイト終わったら行きますってなんか遅れんのかなと思ったらもういててあのリットンの藤原さんあのノーサイドゲーム大泉洋さんのラグビーのやつあったじゃないですか TBS の日曜9時のやつあれに工場長の役で出てたの知ってます出てたんですよ。 リットンの藤原さん、役者部門、最近だから TBS の役者部門ってたまにリットンの藤原さん呼ばれたりするんですよその普通のおじさんの役がはまるから。でその天下の TBS の日翌時の大泉洋主演その後にラグビーのワールドカップのあるノーサイドゲームのそのね舞台となる工場の工場長の,場長の,の役やった藤原さんがそれはもうそ還暦の,の回で聞いたんですけれどもあのー。 そのオファーもっっててすすごいいじゃななですかってねんとか全員のいいところを褒めなれね「いわ駄目やからすごいじゃないですか」って言ったら「まあそうやろ」っつって,言ってで「その後仕事なくなって工場で今バイトしてんねん」って言われて「<laughs> その工場やったんや」と思って「その工場の仕事終わって行くわ」って言って「遅なのかな」と思ったらもうちゃんとその部屋で待っててくれてて。 でございます「あ水野さんは?」って言ったら「あのー、言ったら主役へのにごめんな」ってなんか下にタバコ吸いに行ったみたいなこと言って「あい全然全然」って言って俺は3番目についてで次、えー、香港さんが来てみたいなほんでそうしたら。 バイトしてる藤原さんね多分水野さんバイトしてるで香港さんもいつものなんか何あのサーフィンしすぎであの言ったパドリング起き、えー、に出るためにねバタ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 両手でするパドリングするから背筋だけ異様に発達した。 あの獣みたいな形あのー、伸ばした丸虫みたいな感じであのー、分かるでしょ <laughs> でやって「う」ってなんか機嫌ええのに不機嫌な感じでくるんすよ。もうかなもうこれやなあこれこれと思って「う <laughs> ーって「ああ」とか「久しぶりやな」とか <laughs> とか今来て「あおはようございますー」言うてで板尾さんまだ来てなくて板尾さんらしいなと思ってで今田さんが登場して今田さん今田さんで。 そのまあまあ、うちうちの会やからいいんですけどみみまさんらしいなあと思って、あのー、ハイブランドの、えー、黒の上下のスーツセットアップのやつ <laughs> <laughs> でやってきてもう「香港のアカデミー賞」みたいな感じで <laughs> なんかなんかバイトバイト、えー、丸伏 <laughs>、えー、香港のアカデミー賞「<laughs> ええ!」って「でまあまあおはようございます」言うて。 でその後板尾さんが来て板尾さんもどんな感じかなって板尾さんが好きなリアルマッコイズっていうねアメリカニズブランドがあるんですけど俺もそこで服買ったからそれ着ていった板尾さんともね会話できるかなと思って一番ね年下後輩やからそれ着ていって板尾さんこんな板尾さんパッて見たらもうクロックス入ってるしバイトバイト丸虫クロックスえハイブランド香港のアカデミー賞みたいな感じで水野さんがまあまあ,あとお誕生日席で。 で右が今朝左が俺俺の横にいたおさん香港さんで <laughs>、ね、藤原さん今朝みたいな感じでこうやってまあまあなんか本当に懐かしいなあっていう話とかああやこうや言い,いながらなんか楽しく喋らせてもらいましたよ。 香港さんと板尾さんが会話してたのは1回か2回ぐらいでさ「<laughs> <laughs> なあ」って言って板尾さんが「なああれあの時そうやなあ」って「あまあなあ」みたいな <laughs> <laughs> 感じの何となんとも言えんようなほんでだからその昔こんなことがあったなあとかうんあと老眼の話とか <laughs> <laughs> でなんかあと芸能界の噂話。<laughs> 気づいたら水野さん関係なく、えー、東京の芸能界に噂話して <laughs> あと、えー、ある俳優の娘さんが SM 上やって話になって <laughs> ええってなって <laughs> っていう話とかやわーわーしながら楽しい感じでう、ねね、いろいろ、ね、結局水野さんが61歳かうになってて1年後やからでようよう聞けば来年リトンの藤原さんが還暦迎える。 ほんでその次々ぐらいが R さんが還暦だその前はもう木村雄一ですから藤原さん木村雄一 130R さんって多分3年連続還暦になると思うんですよ。であのなんどういうだからこ細かいグループ分けでダウンタウンさんをっての我々ですけどダウンタウンさんが。 東京行ってで我々が日曜目劇場をやってたりとか新喜劇やめよっかなキャンペーンでおった時のなんとなくの還暦パーティーなんですよ。でキムもおったしで来年リットン藤原さんで木村悠一ほんで 130R さんの時に 130R さんとダウンタウンさん同い年やから多分別に僕らが僕が仕切らんでも多分吉本がなんか多分。 その大崎さんとか共にやってきたメンバーで仕切るなんかその大小ないけどでその今回のこの還暦パーティーをまあ俺が会うとこいろんな現場で「あれ水野さんの還暦のことなんですけど」っていろいろみんな言うて回ってたんですよ。でマルコ・ポロリで「水野さんの還暦のことなんですけどね」って本郷さんにってたらあの月亭縫製が「何ですかそれ?」って言うてて。 で、いやいやや実はあの水野さんがもう還暦過ぎてで還暦パーティーあの2丁目メンバーでやろうと思ってんねんっ,って言って「あそうなんですかいつですか?」とか言って「<laughs> で、いやいつっていうかままあまあこれこれこうで、ね、ここでや,やんねん」みたいなの言うて「ちょっとあの僕も行っていいですか?」みたいな「いやでもじゅお探すでこっち東京でいやでちょっとスケジュール確認します」って言ったらなんか仕事で無理やったんですよね。で、その <laughs> その、当日マネージャーからなんかあの月手縫製さんからその水野さんの還暦パーティーに対してのあの、自撮りで動画でコメントが送ってくれって言われてるんで送りますよって言ってで、家でパッて見たら「えー、どうもリットンの水野さん本当に、えー、おめでとうございます <laughs> えー僕の瑞穂さんで動画でええー、ってなってでこれ厳密に言うと聞いてる方は分かんないと思いますけど。 月亭法政前山崎法政その前チームゼロっていうコンビ組んでたんですよ実は。乗り捨てと法政で。で大阪でちょっとやってたんですよ2丁目ちょっとだけほんまに3ヶ月半年ぐらい出てたんですよ僕らのライブね。でも旦那さん行ってからですよ。でもその法政の相方の乗り捨てってやつがすごい山市というか一発当てたい男やからどっちみち大阪で当たっても東京に行って売れないと売れへんからもう手っ取り早く。 うん東京行って売れようっていう一番最初やったもん、ねうん、でチームゼロで、えー、東京行ってでその時に初めて東京事務所ができた所属第1号なんですよーチームゼロがでがそのチームゼロが「えバッタモンクラブ」っていうライブを銀座七丁目劇場できる前に頭でやっててチームゼロがでそれに出てたんが極楽とんぼとかココリコボンバーズやんなのよ でそのメンバーで銀座7丁目行ってそこにロンドンブーツ1号2号が行ったっていう一番頭なの。ただでも法政とノリスが解散したの解散のきっかけはいろいろあんねんけどそれぞれ考え方も違うけどそもそもはダウンタウンさんの日テレの特番で <laughs> ダウンタウンさんがちょうどた平三郎さんが吉本辞めて戻ってきて。 でドッキリの企画としては俺みたいなやつがもう二度と現れたらあかんってことでダウンタウンその辞めそうなやつを事前に、えー、ちょっとチェックしてで辞めないように説得したいということで、うん、我々が呼び出されて大崎さんも追って「実は俺とダウンタウン吉本辞めようと思うでお前らついてきてくれ」っていうドッキリがあったんですよ。 あのーなんか今もうシーンってなってでみんなどうしようってなってで相談させてくれないんですよ全員下向いて全員下向いてねほんでなんか俺,俺とかが「いやちょっとやめません」って言って <laughs>「思っ!」てなってほんでなんか。 本郷さんとか伊尾さんんんとととかかもうちょっっやめませんとかなってで今田さんはずっと「どうしよう」みたいな「えっ?」って東野とかええとタカちゃんねあ本郷さんもタカちゃんとか伊藤さんとかやめへんねんて「えこちょっとど,どうしたらいいや」みたいな。で大崎さんとか「いやこれこれこうで」で最初は1年2年テレビ出られへんけれどもちょっとえ日本中回ってでそれでチケットを売ってでグッズ売ってこういうふうにやっていったらこういう展開で月々お前らにはみたいなこの嘘のね説明すんのよ。だからあの あの一緒にやめるやつ誰やって別にやめてもやめへんでもどっちでもえねえねんけどこれこれこういうふうに考えてるから「東野どうやねん?やめません」<laughs> ってなって「ええー、香港はどうやねんいややめないです」みたいな。なっていた「いたわ」って「ちょっとはいちょっとやめないですかね」<laughs> ってなってなんか変な空気悪くなってきて <laughs> なんか。 の崎さんもななんか気によくなってきでて <laughs> 今田さんこれやばいなってなって「<laughs> ちょっとあの僕やめます」ってなって「<laughs> おう <laughs> 今田やめるか」って <laughs> で今田さんは後に聞いたらとにかくみんなを後で説得しようと <laughs> とにかくこの会議早く終わらそうと思ったみたいで, <laughs> でその会議の中でチームゼロが2人で相談させてくださいって言って相談してて <laughs> で決勝で出ました「どうすね」って言って大関さんが言ったら「チームゼロ解散します」。 それで解散したんですよ。<え>それでで解散したんですよでドッキリでした、ちゃんちゃん、わもう嘘かいなーって、チームゼロはどうすんねん、解散します。え,え解散すんの <laughs> って。で解散したんですよ。えー、ほんで、ノリアスはなんかこの映画とか、お笑い、ダウンタウンさんとかのなんかそういうね、お笑いの才能を見て、これ勝てんなと思って、違うところで頑張ろうって言って、映画撮ろうとか、うーんとか言ってやめんのよ。ほんで、後に。 うん,なんかその仕事ない時になんか先輩か誰かが知り合いの人が CA さんとコンパ開いてくれてでなんか腕やばンゲットしたけどもなんかこうノリが悪くてくソそううまいこといけへんなみたいなんでその CA さんの言った一言みたいなのがたまたまね家のテーブルに紙と筆ペンあってそれ書いて。 その言葉がなんかおもろいなみたいななってそれで表参道に座り込んで「お題は自由です」って言って「あなたが思ってることとか感じてることを僕書きます」っていう商売始めるのよ、えー。 うん、だからあのほんまに「間のパクリですよ<笑>,笑っててええんやで」みたいな「<laughs> ありがとうございます」とか <laughs> なんかあのだからそうあのなんか泣いて泣いて泣き通したらきっとその向こうには、うん、素敵な笑顔が待ってるでみたいなこと書くような仕事するんのよ。でもそんなに 言うたもんガチだしお金払う人の気持ちやからそれが何か話題になってなってるんですって聞いてすごいなぁと思ってある時関東ローカルの深夜見てたらその今話題の,その路上で「小書く男」「ノリやス」って「ノリアスやん!」って言って「こんなやってんねや思って今日は特別にスタジオに来てもらいましたらどう思うって言ってその時「ルナ・シーのシンさん」というドラムの人二人でセッションしてもらいます言うて。 谷さんが太鼓いいっぱい並べたドラムでダダダダってねあのドラム叩くのよ。でその新谷さんを見ながらノリアスがあの筆を書くっていう謎の企画。<laughs> 叩いても叩いてもみたいな <laughs> 心が弾むみたいな書いや分かんないですけどそんなことをやってる相方だから厳密に言うたらそんなにその今回の還暦のあれには。 関係ないから僕も誘わなかったんですけどその LINE にそのその自撮りした動画が送られてきてその言うたら中華料理屋で注文してる間料理来る間に「いや実は皆さん」ってちょっと付き <laughs>、えー、手法廷から「実は今回来たか」ってうと、えー、水野さんの還暦の回ね一応こういう自撮りのメッセージが来てるんでちょっと皆さん見てくださいって言って一応ねこう見せたんですよみんなに。だからその ものの十秒ぐらいで、こいつ関係ないやんけみたいな。<laughs> <laughs> 板尾さんが、え、こいつ関係ないやんって <laughs>。いやこ、これは、俺はリット、だから二丁目でやって、こいつは二丁目ちょっとだけおって、すぐ東京行ったんやんみたいな。え <laughs>、だからあれやねんって、あの、音声も、その、ふるさとがないね。<laughs> だから、なんか無理やり、ここに入ってこようとしてね、すそやすやみたいな感じになって。<laughs> あ、ほんま放送に申し訳ないけど途中から誰も聞いてなかった。<laughs> <laughs> っていうまあまあそういう楽しいうんまあまあああだこうだ喋りながら「水野さんおめでとうございます健康になってくださいね」みたいな宴が終わって水野さん以外が全員だから割り勘金額来たからもうちょっとなんぼです言うて。だからその 香港のアカデミー賞出席のスターさんも工場でアルバイトしてる人もあの丸虫みたいな人もえっともう腐いてこへん人ももう俺も全員でもうちゃんとお支払いして終わったというで無事「お疲れさんでした」って言ってで出て行ってでまあまあ駅まで駅とタクシー乗り場が一周やったらそこまで歩いて行こうって歩いていったらあのなんか。 ちもう早めにだから6時ぐらいだから大体もう8時半ぐらいにも終わりましたからうんラブホテルに入っていくおじさんと若い女の子がいてたんで、えー、みんなでそれちょろちょろ見ながら。 あれがパパツかなあ,って <laughs> あれパパかかなな <laughs> 恋愛かなって言いながらあのあ入っていた入っていたみたいなの言いながら駅まで行ったっていう <laughs>、えー、ハッピーで、えー、したありがとうございます、えー、水野さん本当に、えー、くれぐれもですねお体に気をつけて、えー、内縁の妻と楽しい <laughs>、えーえー、余生を送ってほしいと思いますすいませんさあそして うん、1曲なんですけど、水野さんからじゃせっかくなら水野さん洋楽好きなんでということで、あのリクエストしたんですなんか洋楽かけるんで洋楽好きな言ってくださいね。っていうことを言ったら水野さんが送ってきたのが。ボブディランの like はローリングストーンでございます、えー。これだから理由っていうのは理由も教えてください。って言ったら、水野さんは？ 好きというより落ち込んだり迷ったりしたとき聴きたくなるのはボブディランのライクはローリングストーンですそれでいいのかとディランから説教を受けている気持ちになり頑張らなあかんという気持ちになります真面目に答えましたよろしくお願いいたしますというえ本当に真面目にありがとうございます聞いてる方は知らない方もいると思うんですけどもえボブディラン僕調べました。 だからノーベル文学賞を取って2016年出席しないっていうだからあのフォークソングシンガーソングライターでありフォークソングブームを作った1962年デビューですから僕が生まれる5年前にもデビューしてて。 風に吹かれてっていう歌が有名ですし今も年100公演ぐらいしてるそうでございますちなみに1963年に風に吹かれてビルボード2位まで行きましたその曲が なんか公民権運動なんかそれの時代の代弁者みたいな感じでそれを歌いながらみんなが若者たちが選挙権とかだから差別がないえー国にならなきゃいけないみたいな代表みたいな感じのイメージになってで本人はそれがちょっと嫌やったみたいで65年からエレキギター使うんですよ。でバンド編成で歌を歌いだす。ングるとブーイングで 1965年にそのあるフォークフェスティバルに登場した時にそのバンドを率いて演奏したんですってほんで、もうブーイングすごいブーイングでほんで客はもう弾き語り要求してでもステージ降りるんですよほんであもう終わりかなと思ったらフォークギター1本持ってステージやってきて歌歌う,う歌うんですけど、うん、なんか。 客に向かって「お前らなんて信じないからな」みたいなことを言いながら「It's All Over NowBabyBlue」を涙ながらに歌ったっていう話もあるんですよ調べたら。 でももそれも都市伝説みたいなところで一方ではそのバンドしてまだ間もないから曲数があんまなかったから時間余ったからあのプロモーターからまだ余ってるんですけどって言ってしょうがなしに来て歌ったんじゃないかとかいう説もあるんですけれどもそのボブ・ディランさんのー曲で「Like は Rolling Stones」は1965年。 バンドになってからですよねエレキになってから「追憶のハイウェイ61」の中からのシングルカットで俺ビルボード2位まで行きましたその時の1位はビートルズの「ヘルプ」というところで,で「ライクはローリング・ストーン」ですから転がる意思っていうことなんですけどアメリカのボブ・ディランで「ローリング・ストーン」っていう意味で言うとだから転がり続ける職を持たないイメージで,でこれも調べるとアメリカはこの「ライクはローリング・ストーン」っていうのは意外とポジティブな言葉なんですって。 だからあ新しいことにチャレンジするっていうイメージだからボブ・ディランもアメリカ人やからそういう意味かなと思ったらそうじゃなくてイギリスの「うん、言うたライク・ア・ローリング・ストーン」の意味で「転、まあ、々とする信用できないネガティブな」っていうこの初めてこの今回この「ライク・ア・ローリング・ストーン」って曲は聞いたことあるけど意味が分からへんから和訳調べるとそういう意味なんです。 で何かっていうとなんか売れてる女優さんが栄光を極めたけどそこから転がり落ちるようになって辛いでしょみたいなそういうなんか歌なんですよ。これもだからあの都市伝説としては当時付き合ってた女優がいてたんですけどその女優がうんボブ・ディランとんアンディ・ウォーホールっていうあのマリリン・モーロンのポップアートあるじゃないですか色ついた。三角関係 だったんじゃないかで、その女優さんがドラッグに覚えて若くて死んでいくんですけど、それを書いたんじゃないかとも言われているんですけれども、も、えー、定かじゃございません。さあ、それでは水野徹さんえー、還暦のリットンの水野徹さんの、えー、推薦曲でございます。えー、ボブディランさんの like はローリングストーンです。張り切ってどうぞ。番組はリスナーさんからのお便りで成り立っています。 メールは h h アットマーク a b c 一丸丸八ドットコム h h アットマーク a b c 一丸丸八ドットコムです。いいメールはいい遊びから遊べ和コートよ。工事に教えて。今私が気になっていることを本家の皆様に教えてもらうコーナーでございます。さあメールを紹介する前にそうだから。 「ライクはローリングストーン」の和訳がねそういうお役やって言って今ネットで調べて「あのいやこんなこと言うてんねや」ってすごいですよ「かつて君はとても綺麗に着飾っていた絶頂期にはこれ放送禁止用語ですけど金を投げつけたりしてただろうみんな言ったんだ気をつけなさいお嬢さん今に痛い目に遭うぞと」とそれを君は冗談だって思ってた。 君はよく冷笑していたみんなが楽しそうにしているのを見て今では君は大きな声で話はしないプライドも消えてしまった次の食事をねだらなければいけないほどにどんな気持ちなんだいどんな気持ちなんだい家がないというのは誰にも見向きをされなくなったというのはまるで転がる石ころのようになったというのはっていうこれ一番ですよ。 ななかなかパンチ聞いてません曲調と,全然,違うと全然違うっていう <laughs> なんかあの俺はあの転がるしのように食をてんてんとやるけど全然後悔なんかしてないさ明日は明日の風が吹くみたいなのと全然違うんですよ相手に向かって言ってるんですよ「<laughs> へい」ってどんな気持ちだい家がないのはって <laughs> 恐ろしいこ,これが水野さん一番好きなと思ってびっくりしたんですよ本当にあ,あともう一つ言い忘れましたその回が全て終わって ほんでその今日はありがとうみたいなそのねグループラインであの楽しかったありがとうとかこの写真使ってどうでこうでみたいな話の中であのー、なんかリットの藤和さんは離婚して今一人もんやから寂しく酒飲んでるみたいなうとかね、えー、悔しいみたいなことをコメントしたらうなんか香港さんがうんお俺みたいにどんどん垂れかけようって <laughs> つまりエチセイよってコメントして。 それから誰もコメントしてたいかっていう俺ももう仕事終わったんでフォローする必要もないし誰それでピタッとグループ LINE がピタッと止まりました誰も返事しておりませんさあそれではいきましょう工事に教えてでございますこの方俺こし知らんかったびっくりした。来世は生ガキ東京の方 ダディこんばんはいつも楽しく聞いております先日さんまさんが新幹線で2時間半そばにいた赤ちゃんをあやして喜んだ赤ちゃんのご両親がその様子をさんまさんは 神様よりも神様だったと TikTok に動画を上げてバズったのがニュースになっていました TikTok に上がる前にはたまたま一緒の新幹線に乗車していた中川家さんがラジオでビニール袋だけであんなに赤ちゃんを笑わせるなんてご両親も最後はぐったりしてた <laughs> 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 さんまさんは話しかけたら最後までだから「<laughs> さんまさんすごいな」とおっしゃってました「ラジオ見ましたか?」「いや俺全然知らなかった今本番前見せてもうたんですけどすごいですね」 あの俺,いやいやまあまあ俺もこの吉本興業の後輩やからあの映像見てない方はだからえ新幹線の2席の向こうの椅子にさんまさんいらっしゃってでビニール袋を使って手前の一番窓際を多分奥さんが撮影動画してて横にご主人が足組んで赤ちゃんがいててそれを赤ちゃんがさんまさんに向かって手を差し伸べて多分ビニール袋に興味示してるっていう TikTok なんですけど。 俺が思ったんは、さんまさんの前でようそんな足組めるなぁ、思って思いました <laughs> 思いましたよね<あ>いや、さんまさんよりそっちがなな俺もそれがすごい気になってご主人の別にご主人のこと言うてるんじゃなくてなんかやっぱりこう、先輩校やがもうね、もうなんかそう <laughs> なんか完璧やからいやその足の組み方どうなのなんか俺やったら足組み直してこう足揃えてそこにこう、我がこう置いて <laughs> ちょっと右斜め赤ちゃんを向けるぐらいやけど <laughs> 背もた後ろにがっつり男の人を持たれてこういう足組んでるから「いやそうかそうか一般の方そういえば同窓会したら言われるんですよあのさんまどうなん楽屋とかってほんま喋ってんの?」とか「ダウンタウンのあのダウンタウンはまっちゃんあまちゃんっていうかな今だとかどうなん?」とかその時に一ドキッとするんですよ一般の方がその芸能人当たり前やけど呼び捨てにするじゃないですかそれをちょっと感じましたさんまさんのことより。 一般の、まあ、当たり前ですけどあの足組んだ感じの三角形がちょうど赤ちゃんが座りやすいと思うんですけどだからそっちが気,気になって楽しみなかっさんまさんは新大阪とか品川駅で絶対にサインとかあれを絶対断れへんって言っと3年4年ほど前「誰も知らない明石家さんま」っていう特番で言ってたから俺もその次の日から真似してで半年でも諦めたんですよ。もう無理ってえっててえ 最初それでなんか写真撮っていたらもうどん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 人来て「えもう全然もう興味ない嫌やんお前純米そ揃えたいだけやろ」って言って「あも,うあのもう無理です」あの「僕写真撮らないってルール決めたんで <laughs> すいません」っつって,ってあの「撮りたいんですけどそういうルールルールなんです」って訳わけからん「1人,2人役の設定にすすると相手が君あるがって去ってて去いくんですよ <laughs> 僕撮りたいんですけどちょっとね撮らないってもうルールで決めたんですよ僕の中で。ごめんなさいはっ だからすいません気持ち悪いこいつって多分怒られてるんでしょうね <laughs> っていう作戦でやってますんでいやーすごいさんまさんは、えー、この方千葉県の応援歌ファンさんたびたび野球の話題になるこの番組ですがダディに知ってほしいレジェンド選手がいますそれは八さんです、えー、榎本は今から60年ほど前に現在の千葉ロッテにあたるオリオンズで活躍した一塁手で。 名球会入会の条件である2,000本安打を史上最速の31歳7ヶ月でクリアしその記録は今でも破られていないとてつもない記録を持った選手です素晴らしい実績とは裏腹にかなりの変わり者というエピソードがあるので一部抜粋して紹介します一つ目出塁した巨人長嶋茂雄に向かって試合中にもかかわらず相撲の勝負を申し込む一つ。 日米野球のメンバーに選出されたがベンチで終始座禅を組んで試合に出ずに帰る1つ打撃のアドバイスを求めてきた後輩にバッターボックスの中で城を構えろとアドバイスし困らせる1つ晩年自分のバッティングができなくなったことにイライラして猟銃を持って家に立てこもる1つ 猟銃を持って立てこもっていることを耳にした先輩が榎本を説得しに家に来ると持っている猟銃で天井に向かって空砲を撃ち先輩を追い払う以上のようなエピソードもあり引退後はプロ野球界からのオファーは全くなく <laughs> 隠居してしまったため記録としては残っていますが記憶として残っている方が少ない選手。 え確かにまあロッテオリオンズでしたら野球中継もあんまりなかったと思いますしないと思いますけどえそんな榎本選手ですが「打撃の神髄榎本喜八伝という唯一の自助伝が出版されていてえ老い立ち現役時代晩年までのエピソードが掲載されているのでダディにぜひ読んでほしいと思いメールさせていただきましたということで「いや読んだことないし知らないです」。俺が野球ののの選手で知ってんのは沢木太郎さんあの 深夜特急とかで書いたおなじみのあとボクシングのうーんなんかねそういう、まあ、スポーツドキュメント書くうんその方が書いた「背番号3」っていうタイトルかな「3」っていうタイトルかな長嶋茂雄と同い年に巨人の長嶋背番号3とって日本の憧れの野球選手になるけどロッテの背番号3のドラフト1位の人が。 長嶋さんと高対称な人生歩んでいっておかしくなっていくっていう俺本読んだ詳しくは覚えてないけどなんか面白かったあの思いありますけれどもえ僕もその榎本喜八さんのこともちょっと調べたいと思うんでありがとうございます。あとこれね 東京の組テンポラリーダンスさんいつもありがとうございます映画僕たちはみんな大人になれなかったこれネットフリックスね、えー、東野さんもご覧になったようでしたが90年代のファッションや渋谷の街の再現度とかすごかったですね私自身昔の街並みの、えー、方が馴染みがあるんであそういえば今はもうこうなってたんだとか思いながら見てましたあんま東京出身ですからねこの方は僕はだからそのさっきのその水野さんの歓歴じゃないけど東京に進出して住んで 渋谷公園通り劇場っていう渋谷のパルコの横の劇場のところに行ってたからもうど真ん中やったんですよ。で丸山町とかのなんかそういう雑多な感じとかっていうのがまんま当時再現されててうんだからその登場人物の人が歩いてる街もあ歩いた歩いたっていうところで僕は楽しかったんです。サブから女子の悪い感じもうまく出ていて「インド肉」とか「お酒好き」とか「ビューティフルドリーマー」ね「あうるせえやつら」のね え2作目の映画ね、えー、ワード表現してるところも面白かったです。 中盤まではそんな感じで見ていたんですがラスト近くなるとなんだか胸にくるものがあってもう今では自分ができなくなってしまったことを痛感して心地よい痛みでした脱ぐことだけが体当たり演技だとは思いませんが脱いでる方が自然に感じるシーンできちんと脱いでる伊藤沙莉、えー、だからオズワルド伊藤の、ね、妹さんです生半可じゃなくて好感持ちますあとこう言ってはなんですが東出さんがめちゃくちゃハマり役でした確かになんかハマってたよかったよかった えー、普通が一番とは思えない若き日々を思い出す映画でした東野さんはどうご覧になりましたかいや全くその通りです今現在からどん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 時代をあの昔に戻っていくっていう、えー、そういう映画でしたそういう脚本でして。 ありそううでないっていうか、一番今現在を映してから一番あの過去に戻ってそっから今に戻っていくのはありますけどずーっと奥に奥に奥にっていくっていう話でございましたからとってもいいなとも思いましたんでよかったら皆さんも僕たちはみんな大人になれなかったネットフリックスでやってるんで読んでほしいと思います。えー、今日はここままで、で本家の皆ささんから様々なテーマおお待ちしてててります。あ先に教えると書いて送ってください。送っくだ 番組はリスナーさんからのお便りで成り立っていますメールは「h h c com, h h c ですいいいいメーールは遊いい遊びからコドよもみじのカレンダー」。 女優山村紅葉さんのカレンダーに載せた方がいい写真のシチュエーションを送ってもらうコーナーでございますいろいろ届いてます紹介していきましょうえー、順番は特に決めていませんが適当に読んでいきたいと思いますえー、この方宮城県草の森仁太郎さんいつもありがとうございます43歳男性もみじのカレンダー女性刑務所のソフトボール大会で完璧なセーフティーバンドを決める山村紅葉 10月でお願いしますだから先週も言いましたけどその月はあのリクエストするのやめてくださいはい確かにねセーフティーバンド、えー、この方長崎県金玉穂さんいいつもありがとうございます47歳男性バイト先のファミレスで若いバイトたちに受けると思って業務用食洗機に体を入れて写真を撮らせるもみじこれい, <laughs> いいじゃないですかコンビニの,あのアイスのところに アイス全部どかして入ってるもみじさんとかねいいと思いますよあのいたずらでねあ,のあとか仲間に拡散されるもみじさんねえ茨城県のこの方はあがんじすがわさんねビンゴ大会で1つ目の番号がコールされた瞬間「ビンゴ!」と声を上げえ笑いを誘うもみじいいですね。 なんんでやねんっていう声があって「み <laughs> ンゴーっていうね、えー、仲間が大好きなんでしょうねもみじさん。<laughs> ラジオネーム山梨県の夏が過ぎていくさテレビ番組で怪力自慢の男性が、えー、紐ねロープを使って2トントラックを引っ張ってるのを2トントラックの運転席から眺めるもみじ <laughs> いいですよねああ確かにいいと思いますはい。 ーラジオネーム野球の試合中審判の判定に納得がいかず猛抗議するも退場を宣告されさらに激高しチームメイトに止められるみじさんいいですよね。あのなんかいろんな人が外国人 <laughs> 助っ人外国人がいたりとか、えー、若手選手がおったりする中えー 金ばりに蹴ってほしいですよね <laughs> ロッテの監督当時の金ネんばりに足で蹴ってほしいと思います皆さんの考える紅葉さんのカレンダー、えー、設定、えー、着物を着てる山村紅葉ぜひぜひお願いします宛先に「紅葉」と書いて送ってください「ABC ラジオ日常」 日常の出来事を文字に起こして送ってもらうコーナーでございます。何でも結構でございます。さあ、えー、この方、ラジオネームき寿司さん、大阪の方。ダディこんばんは。メンバー名こぼるすみ11の名前を出されていて、懐かしく思いメールします。当時高三だった私は、ビクに憧れて同じようなショートカットにしたのですが、化粧もせず、おしゃれな服装でもなく、 たたた。だだの単発になっただけでした最近は「ペーパーハウスシーズン1」の「東京」の髪型にしましたがただのおかっぱになり阿佐ヶ谷姉妹のようですということですけど <laughs> 確かにだから、えー、コムサデモーとかコムデギャルソンの黒ずくめの服であの高校生でメンバー名「コブルスミ11」はなんか揃いの感じで来てたからかっこよかったんですよ。 でその水野さんの還暦の会でもメンバー名「こぼるすみ11」のビクの話になって俺全然知らなかったんですけどビクはだから途中で辞めて結婚してんでお子さんがいててでなんか一回離婚したんかなまた再婚したみたいでも子供も大きなってでそんなそれは聞くぐらいやったんですよ。でもね板尾さんとか香港さんとかがあったでみたいな。えって ご飯食べたたでででって,ってえなななんんみたいないやだから俺ツイッターにだから「あの伊藤さん覚えてますか?」ビクですーって「忘れましたか?」って来てな」って言って「えっ?」と思って「俺の方が先に全然ツイッターやってんのに」って「<laughs> 共に歩んできた」<laughs> た年齢1個か2個ぐらいしか俺の方が変わらんのに全然来てないやん思って「え嘘やんってえ」って「ね、えっ?」てて。なんかみんなお俺が一番知らんかったぐらい「ビク」の情報。へー ちょっと今もうおええー、おばあちゃんなんてぽっちゃりしてるみたいな感じではいだからそれ聞いてうわ懐かしいなと思いながらまたねちょっと次藤原さんの還暦の会ね大阪でやることがあったらまたそういうふうにメンバー名も集まったりとかしてであの付き手法政さんにはね、えー、動画の方で参加していただいて <laughs> <laughs> ぜひぜひちょっと楽しくね来年藤原さんの会やりたいと思います。こ、えー、このの方うん長崎県のラジオネーム金玉さんまたこいつか 谷こんばんは。いきなりですが、僕は辛いことがあると筋肉マンを読むようにしています。死んだキャラクターが蘇るのは当たり前手足首が取れる。取れようが磁石のようにくっついたりして復活します。読めば読むほど世の中の全てがどうでもよくなります。<laughs> えー、全ての診療内科に常備すればいいと本当に思っています。<laughs> コロナのせいで仕事が激減し、えー、月収が200万から4万円になり。<laughs> その顔から笑顔が消え去った熊田正史さんに是非ダニーからプレゼントしていただいて笑顔を取り戻ししててあげほいですえす。熊田さん200万から 4, 4万になったんですか <laughs> 笑顔が消えた熊田雅史さんんは殺しし屋にしか見えません <laughs> まあ確かに「筋肉マン」でも何でもありな感じですしうーんそのね言うたら手足もがれたり首それをひっつけるために戦ってるみたいな設定もありましたからで診療なんかに常備すれば本当にまあそんなに深く世の中になるようにしかならんしそんな深く考えんでい味い違うかという意味ではいいと思いますしえ熊田正史さんはね うん、コロナのせいで仕事が減って200万から4万円になり唯一のその頃の心の支え何か知ってます正正義義のの味方方なんですよを 見てコロナって恐怖からどうしよう仕事が減ったコロナっていうのがその流行ってね感染者が増えた亡くなった方が増えたってなってテレビの,その東京の報道は感染者がどん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 日ごとにね大きくなっている消毒せなあかんディスタンスやどうたらこうたらなって不安ばっかり煽るけど正義の味方だけはその経済活動もせなあかんし正しく怖がりましょうみたいなスタンスで唯一の心の支えが正義の味方やったんですって。<laughs> えっていやいやそうそうなんかいやまあ,まあええけどもみたいな他に支えあるのちゃうのみたいなでもまあ本人がおっしゃるからまあまあそうだと思うんでぜひぜひ皆さんね何がどう心の支えになるか分かりませんから深く考えなくて結構でございますこのように皆さんの日常の出来事をただ文字に起こして送ってください日常と書いて送ってください以上です、えー エンディングです。過去の放送は YouTube で公開中番組ではミュージックライフっぽい工事に教えて日常それでも生きていくかしこくんに聞きましょうへのメールを受け付けております宛先郵便番号五三零八零零四 ABC ラジオ東野工事の本物ラジオメールは hhatmarkabc1008.com ですメッセージを紹介した方に、えー、お札ステッカーねお札時々本物バッジ差し上げます来週は オープニングで言いましたけどもシャンプーハットのてっちゃんが来ますオリックスバファローズのお話そして、えー、将棋のお話そして神沼恵美子の YouTube の話も聞きたいと思います <laughs>、えー、こうご期待でございますさあ今夜は以上でございますそれではまた聞いたってやバイバイこの番組はミズリノと浜田酒造がお送りしました